あれ、そろそろ任務から帰ってくると聞いてな。どうだったんだ今回は。ってわけでガーラもなんとか元に戻ってさ、本当よかったってばよ。まったく。さてと、そんじゃ。ああ、これからも頑張れよ。おっやれ。ばあちゃん。ナルトか。帰ってきてたのか。なあなあ。なんか新しい。お前さっき戻ってきたばかり。休息ならもう十分。ああ、なんというやつだ。で、なんか任務。たく、ちょっと待って。一つだけナルト君でもできる任務がありますね。よし、それは俺がやってやるってばよ。Thank you.
お前たちと…ナルトくん？おお、なんか知ってる匂いが近づいてくると思ったら、やっぱナルトだったか。やっぱキバか。誰だっけ？冗談ならばよした方がいい。なぜならそれだけでも相手は傷つくからだ。ああ、そのめんどくせえ喋り方はシノ。なぜ喋り方で判断する？いやまあな。それはそうとだ。お前がここにいるってことは俺ら、うん、この俺だってばよ。やっぱな。こりゃちょ、お前と俺らがどれおたさあ、本来ならば。あれ、そうなの？あ、だよ。よし。うんじゃ、俺が今日。うん。今度飯でも。あ。今一応つなぐ。
しかもる砂隠れのこと聞いたぜ。ずいぶん活躍したらしいじゃねえか。しかもるはまだ中任試験の仕事が終わんねえのか。ねえ、たくやらなきゃならねえ雑務が多くてな、なかなか暇になんねえぜ。完全に人を。おーい、捕まる。ああ。え？あれ。ジョージじゃね。ってなわけで、俺ってばさっき砂からかっ。おお、大変だったね。相変わらず食ってばかりだな、お前。昔よりで。誰だ。見つかりましたか。ご丁寧にあれほどの殺気を出して、俺たちは。お前、何者だ。君が渦巻ナルト君だね。突然で悪いけど、君の実力を測らせてもらうよ。だと？おいおい、問答無用かよ。ちょ、うん。Começando a relembrar como é que joga o tipo nem 2. Você acostuma com 4, vai voltar pros outros, você se perde. Não dá até maior coisa. Chikara, yoai na, Kimi.
誰だってめえ。また会うことになるよ、ナルト君。名前はその時にでも。あいつ、一体…長次、やっぱりここだったのね。え？ったく、アスマ先生が早…ごめん、イノ。なんか、変な奴が襲ってきて。変な奴？変な奴って、あれ、ナルトじゃない？いや、変な奴って、ナルトのことじゃなくて…ナルト！おひさー！もういいよ、長次。この空気…へぇ…あいつ、初めて見る…あ、いたいた！あんたにじゃないわよ。俺に？綱手様から伝言があって。は？新しい？詳しい話は師匠がするって。分かった。ナルト、気をつけとけよ。ああ。第2章、二人の再会。いらっしゃいませ。どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがここに。さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる。同じ班だと？その通りだ。お前たちとサイはこれから同じ班の者として行動してもらう。なっ。そしてこの新生第7班はヤマトって。僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。しかし今回だからこうして僕とサイが新しい。そんな。さて話を進めるぞ。今回お前たちにやってもらうに捕獲任務ですか。詳しい話はさくら、お前から。はい。以前暁のサソリと交戦した際に、そしてそのスパイとサソリが近…なるほど。確かにな、オロチマル。サスケの情報。うちがサスケか。確か3年前までカカシ班の一員で力を求めオロチマルに下った少年だったな。とにかくだ、お前たちには今から天地橋に向かいスパイを拘束。了解しました。サスケ。
ほらよ。なんで、なんでだってば。余計なお世話だ。死ぬかよ。体が。ナルト、俺はお前とも戦いたい。ナルト。ああ。この任務、ぜ。さて、これより各自準備が整い。はい。集まったね。そんなにジロジロ見ないでください。てめえは別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしているだけだから。やっぱおいおい、犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の範囲はサスケだ。こんなやつ、いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ。二人ともそこまでだよ。でもこいつは。まったく。そんな、確かにこの班はそ、でもね。はい。さあ、それじゃ、現地。Salvar aqui, né? Vai sacar a energia. Nunca se sabe. みんな、ちょっといいかな。目的地に到着する前に、一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に互いを甘え、だからここは実力を確認するために。手合わせですか？これから二人一組のチームは、ナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの二つ。ゲッ！よろしく。
この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させても、チームの連携は任務。了解。よし、それ。どうだ？惜しかったね。ゲッ！チクショなるほどね。サイ、お前、仲間って言葉知ってっか？知ってますが、それが何か？てめえ、なんでもっと援護しなかった？援護があれば、隊長を倒すことができましたか？あの時の君は、明らかそんな人に肩入れすれば、逆に僕んだと？個人能力の低さを、人のせ…お前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。里を裏切り君を、その仲間を救うためなら何だってやるさ。ナルト、さ、手合わせは終わりだ。そろそろ先に進もう。あ、はい。
そろそろ天地境か。よし、ここで休憩を取るよ。それじゃ、自己紹介してもらおうか。名前と夢とか。名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にある。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は。一族の復興とある男を必ず。殺すことだ。一つ気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。それじゃあ、まるで…そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ、大和隊長、休憩はもういいだろ。ああ、そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ、何です？私、あんたが…でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためなら。さくらさん、君はナルト君に、どうしてそんな感情が湧いてくるのか、僕には分かりませんが。何やってんだよ、早く行こうぜ、さくらちゃん。ここが天地境。さて、おっす。よし、それじゃ、まずは僕がサソリに変化し、緊急の際は僕が合図を送るから。
わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきません。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこに打ち果たす。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら僕。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル、その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな、これ以上は迂闊な。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。ん？バカ、バレていたのか。最初からバレバレなんだよ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。すべてお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。キュービの子もいるみたいだし。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。てめえ、サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。待ち上がれ、ナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた。オロチマル様はナルト君と遊びたがっている。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。
あの二人の戦いに僕らが入り込むさ。この私オロチマル、なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだ。俺には俺の道がある。俺はオロチマルのところへ行く。Tem hora de começar. Aff. Vamos nessa. Scoshi asonde ageru wa. Sasuke wo kaishi agare. Sasuke kun. は終わりよ。これでどう？そのどうと私のサスケ君以下。サスケの名を口にすんじゃねえ。
バイバどうやら決着がついたようだね。え？早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト！サクラ、カブトは後だ。今はナルト。どういうこと？どうやら最…そろそろか。ナルトはこの急がなくては。どうした？サイがいないんです。どこにも。サイ、ついに動き出したか。これは
ト？ナルトなの？やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。サクラ、慌てるな。でも、ナルトが。大丈夫だ。こういうとき。僕ならナルトを。ヤマト隊長が。とにかくナルトを抑えないと。はい。動きが止まった。よし、今だ。火影式自順術各案日程推進。なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとかキュービのチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって、僕はオロチマ…ヤマト隊長が初代様の際…初代様は美獣を意のままに操ること…だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明。ナルト！あれ、さくらちゃん。俺ってば。よかった。ご無事なようで何よりです。これからどうします？一度アジトに戻る。私に何か用かしら。
君はナルト君と一緒。はじめに言っておきます、僕は敵ではありません。僕はとある方の指示によりあなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えばその話、何を根拠、それは火影直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。それで私と交渉したいとか言って。はい。ここで話もなんだからアジトで聞くことにする。やはりね。ね、サイが。ああ、だからどうやらサイはあいつ見張っている。じゃあな、これをサイに、そしてサイの主と。でもオロチマルと組んで。おそらく。そんな、何にしてもこのまま。よし、aí galera, pela companhia, encerrando aí mais essa live aí de hoje. Falou, até a próxima.